桜から蜜を泥棒する鳥、スズメ。スズメは蜜を食べに桜の木にやってくるが、その食べ方が少し変わっている。桜の花の根元に噛みついてそこから蜜を吸うのだ。この食べ方だと花粉が運ばれないため、桜にとっては蜜を奪われただけになってしまう。それゆえにこの行動は糖蜜と呼ばれている。なぜスズメは糖蜜を行うのか。それにはくちばしの形が関係している。花に集まる鳥として有名なメジロの場合、くちばしが細長く、花の奥にある蜜を吸える。一方スズメの場合、くちばしが短いため、蜜のある場所まで届かない。だからスズメは直通ルートを作ることにしたのだ。これがスズメが糖蜜をする理由だ。なお、日本で最もメジャーな桜ソメイヨシノは、実を作らないため、糖蜜はノーダメージだったりする。そもそも、木全体の花の数に対して、糖蜜される花の数はごくわずかなので、桜も実は気にしていないのかも。桜の木の下に落ちている形そのままの桜の花。これの正体はスズメが糖蜜後にポイ捨てした花。花の根元がなくなっているのが目印。お花見に行った時には木の上だけじゃなくて、足元の花にも注目してみよう。